はい、皆さんこんにちは。信長の野望申請やっていきたいと思います。さあ攻めていきましょう。はい、出陣に。あー、かっちゃんも病気かえ、赤くなってたね。あの城は落とさねばな。かっちゃんも病気か。あー、これで全軍出ましたね。さあ行きましょう。わらわら来ますけど、もう烏合の衆なんでね、彼ら。はい、あとは大友が動かないことを祈りましょう。はい、流言に惑わされて、で引き抜きしましょう。良き案がござる。はい、お願いしますと。で、軍開発しまくって参加。あー、浄化施設やっとこうか。で、ああ、連兵場もね、上げときましょう。90日。ああ、火をかさむけど、まあ、連兵場上げましょう。うん。米問屋上げたいんですけどね、もう一段階ね。はい。取り掛かろうぞ。いや、ほんと、このゲーム、兵糧が全てだと思いました。もう、ほんとに。行きましょうね。で、わらわら。あ、種ヶ島さんが海に旅立たれました。この人だね。大丈夫か。地高ちょっとね。あ、ダメだ。あ、出陣中だからいじれないのか。そうか。ゴズメ来てるね。兵どもよ、陣を構えよ。はい、一気の先導に成功しました。今これで渡り合ってんで、あとは合戦が。お、来た、合戦。ちょっとね、うわー、7部隊もいるの。ダメだダメだ、合戦できないや。7部隊も相手にしてたら合戦できないですね。いや、私思ってるの、合戦はね、もう舞台数ですよ。ああ、合戦はもう本当に舞台数がもの言うんで。あ、呼べる？呼べないね。ここの人は私把握。あ、援軍要請できるわ。でも1000だからね、まあ、ないよりあった方がいいんでしょうけど、潰れちゃったら困るしね。あと4ありますね。軍開発いきましょう。で、優勝。もうね、言っちゃ悪いけど、彼ら当てにしてたらいつまでも待たないといけないからね。さあ、2か残りね。合戦したいんだけどね。サルシカールマイ。あ、お父さん。ああ、やっぱちょっと病気になった人やばいね。我が部をご老じたか。これ2対1で出てますけど、合戦にしちゃうとね、3になっちゃうでしょ。これはちょっとあれ良くないんで。おう、お使いしよう。はい、白井さん。で、敵さんは3人いるもんね。うちのゴズメは？あ、彼ら待機しちゃってるわ。あー、ダメだ。そうだ、初め待機させてたわ。城攻めよ。何してんだ、私は。もう一個何かさせる？あ、すでにか。すでに建築中か。な、軍開発かな。ああ、天草だね。これで一応あと私だけか。これでいっちゃいましょう。さあ、次はおらぬか。ああ、まだまだ後ろから。出直してまいれ。いや、鍋島さんとかね、いい人いるんですよ。あ、これだったらいけるわ。
いや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 、やっぱね、部隊数が敵より少ないと私よう合戦しないわ。はいはい、じゃあ行きましょう。立ち塞がる全ての者を打ち倒せ。はい、ちょっと待ってね。はい、相手は誰だろう。炎上寺さん。鉄砲隊、敵を打ち払うぞ。鉄砲にて打ち払わん。あ、で、そうコメントでいただいたんですけど、あの高橋ジョーンさんだっけ、あの人を打ち負かしちゃうと7割ぐらい、なんか特性で7割ぐらい兵やられちゃうのなんかそのコメントいただきましてね、私ドカーって減ってる時があったみたいですね、7000ぐらいで。それで調べていただいたら、そういう特性持ってるって。いや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 、もうそんな、もう光栄さんね。いや、私思ってたの、三国志14でもそんなある、あるでしょ。劉備三兄弟で攻めたらベラボに強いじゃないですか。いや、もうあれはね、もうちょっとバランス崩しちゃうんで、懲りたと思ったんですけどね。懲りてなかったんだね、光栄さん、本当に。はい、裏から叩きましょう。いや、もうこの強撃が気持ちいい、本当に。間に合うかな。敵を退けるぞ。敵の退路を封じる。いやー、本当ね、このみんながいろいろやってくれるのがね、めちゃくちゃ楽しい。私はもうほとんど指示あんまり出さなくていいじゃないですか。で、出す指示もシンプルでいいんで、このね、神聖の戦争めちゃくちゃ、もう今までの光栄さんの、あ、でも5面白かったね。5も面白かったからあれですけど、この単性じゃない合戦はもう今私これ一番気に入ってますね。400人で2100人。ああ、いいですね。はい、家久さんがね、家久さんには3男坊4男坊で7000でしょ。あとは兵糧の問題ですけど、兵糧の問題は大丈夫ですね。あと後ろからゴズメ来てますんで、ああよかった、動かなかったあそこが。動いたらまあこの2つで。だからね、私がもし大友だったら、この瞬間に阿方城と人吉に分散させますけどね分散して攻めますけどねまあそんなこと言ったらゲームにならないからね。で、ここで浄化室終わりましたね。で、連兵所まだ開けてんだね。やっぱり灌漑施設2つあるとでかいな。米問屋あげたいんだけどね。極高、あら、あ、米問屋は極高あげりゃいいのか。あ、あれがないんか。あ、でも仕方がないか。あ、鋳造所もあるもんね。あ、後にしよう。ごめんなさいね、ごちゃごちゃね。いや、2打ちょっと思い出せないんですけど、これだ、2打詰め所、これが欲しい、これも欲しいんですよ。腰ビオロ増えるんでね。って思ってんですけど、で、まあ、私が77日、まあ日の出城は落とせます。日の出城か、日の出城は落とせますね。ああ、まさかそれがしがね、甘いのだな。あ、これやばいですね、お父さん。この城は我らが落とす。お、銀山が来ました。銀山開発で、あと風分、はい、竹田家で起きた。はい、信玄さんと正行さんね。あ、ちょっと待って、今大友まで赤くなってた。来るな。
はい、正幸お主一つ問おうと。話とは何ですか。はい、いかなるお問いにございましょうか。よかろう。越後の影虎がわしに及ばぬ点は何かわかるかと。及ばぬ点、戦の強さと答えるのがよいか、それはさすがに政治に聞こえるかと。ではなんだ、嘘の上手さ、いやこれはまずい、欲深さ、これも言うべきことではないと。ふふ、悩んでおるようだなと。影虎がわしに及ばぬこと、そのようなことはないのやもしれぬなと。すべてにおいて影虎はわしに勝るのかのと。要案があります。いえ、それは仁にございましょうと。その答えの意を問おうかと。親方様も影虎も領民に仁たる名君されど、影虎は戦において敵に陣なく容赦なく追い詰めて勝つことを好みます。親方様は勝てども敵をあまり追いませぬ。戦の後に敵が増えるが長尾影虎で、戦の後に味方が増えるが親方様かと。ほほう、よう申したわ。わあ、見事、さすがは正幸と。おお、当たっていたかと。いいですね、こういうのね。なかなかに悪くない。当たらずといえども遠からず、当たってないのか。ああ、当たらずかかと。胸の内を明かそうか。よいか、戦の価値というものは五分を持って上、七分を持って中、十分の価値は下とすると。それは戦を増やさぬためでもあるが、むしろ己が心のためなのだと。己が心のためにございますかと。そうだ、五分の価値は次の戦への励みを生むかな。されど七分の価値は怠りを生むであろう。十分の価値ともなれば、それは必ずやおごりを生むことになるであろうと。ゆえにわしは常に五分の価値で止める。十分を求める影虎は一、二度わしに戦で勝てども決して及ぶことはないのだと。心得まして。いや、感服いたしましたと。何事においても十分完璧を求めてはならぬ。人においてもそうだと。100人のうち99人に褒められるものは、軽薄なものか、口達者か、盗人か、おべっか使いか、良きものであるはずがないと。人に世に十分を求めてはならぬ。十分がないからこそ我らは知恵を巡らせるのだからなと。わかり申しました。母と。さすがは親方様。親方様をもってしても十分はない。これは一つの覚悟と言えようと。その覚悟がなければ乱世を渡ってはいけぬのだなと。なんだこれ、盆祖軍。もう読めない。軍将五分を持って上とな、なし七分を中となし、十分を持って下となすと。現代でも盛んに使われるこの言葉には、世界に完璧を求めないという信玄の深い哲学が色濃く表れていると。あ、長かったね。あー、ついた。こうなったらちょっと私飛行、私は帰りましょう。で、でももう落とせるかな。落とせるんだ。あ、落とせるわ。ダメだダメだ、落とせるから、こっちで騎乗した方がいいね。最寄りのとこに騎乗、最寄りの自分の領土で騎乗するんで。来た、やっぱり。この城は我らが頂戴した、で、はい、やっぱ来たね。縛り上げなさい。で、はい、神明を落としてお使いします。はい、我が心は変えられぬ。はいはいと。拾った命、無駄にはせぬ。さあ、こっからですね。で、まず迎撃。連戦可能な部隊がおりまする。あー、やめときましょう。行きたいんですけど、全員返すのまずいんで、いいえ。で、人吉城に向かってきてでしょ。で、迎撃。ああ、こうだね。ああ、これで行くしかないよね。
で、遅れてはならぬぞ。で、あとこっちの人、私は騎乗で、あなたはあと何日、あ、96日あったら大丈夫だね。で、あなたもこっち。これでも強撃できるかもわかんないね。あー、強撃できりゃいいんだけどね。お指図を頂戴したく。1067人しかいない。次はどのように？騎乗しとこうか。あなたはあれだね、あのヘルプの人だね。で、士官、お聞きください。いやー、これほんとつらいわ。私ほんとあれできないかもわかんない。これ解けないかもわかんないね。で、武将、はい、ぜひそれがしにと。感謝いたす。で、伊藤さん、あ、領内問題中か。はい、はい、あ、領主か。この人は領主だね。はい、感謝いたす。で、はい、感謝いたす。あー、もうこれは、あ、これは領内問題か。まあ仕方がない。で、で戻りましょう。何影殿は問いの応じる気があと。はい、神明を落としてお使いします。はい、おお、もう1万。はい、これまでか。もはやこれまでか。名の者、戦の支度だ。約1万もの敵兵、我らだけで。そうだね、政策発令。わあ、ここで足止め食らっちゃったんだね。政策発令何か。いやー、この1500の収支からこんなんはちょっと。ああ、でもこれできんのか。ああ、いけるんだったら言っときたいね。言っとこう。これ5人いるからね、安い割には。よかろうと。で、浄化会、あ、はいはい、聞いていただけますか。あ、いいですよと。ね、私が与えた政策に従って。申し上げます、お任せください。で、焼き打ち。はい、申し上げたし。うわ、6300。ちょっとそれはちょっと無理だわ。やってみせまする。で、軍道整備、道ができるんですよね、確か。ああ、めちゃくちゃ時間経ってる。もうね、ちょっと止めましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。